厳しいので進みませんけれども、せっかくなので、ね、予定してたちょっと撮影ができなくなっちゃったので雨の日あるあるやってみたいと思います。雨の日は髪の毛がうねうねになるよね。そうだよね。え、髪の毛うねうねだよね。ピッピが一番うねうねじゃん。うねうね、トゥルトゥルトゥルー。雨の日は髪の毛がうねうねになる。あるある。あー、なんか頭痛いんだけど、ママ。そうだよね。雨の日は気圧の変化があるからさ、頭痛くなるよね。あ、私も頭痛い。あ、見つらなっちゃった。ママ頭痛いな。早く治れ。さあ、タタをお父ちゃん、みなちゃんに、はい。雨の日は頭痛が多い。あるある。普通の靴じゃん。え、何が悪いの？何が悪いのって、そうだな、おい。子供は水たまりで遊びたがる。あるある。濡れちゃった。やっぱりね。待って、レオナ、雨止んでるよ。本当だ。あ、レノン、傘ささないと濡れちゃうよ。え、もう雨止んでるよ。あ、本当だ。
雨止んでるよ。したいなもん。雨が止んでいるのに傘を差している人がいる。あるある。では次の動画でお会いしましょう。